おはようございます。じゃあ相場解説いきましょうか。あれからまだまだ値上がりしてますよ。今日はね、9月30日の4時38分です。一応昨日で全ポジション外したんですけども、あまりにも上昇するんで改めてバイでエントリーしています。で、そういうふうに昨日もお話したと思いますけども、その辺も合わせて見てみましょうか。じゃあ画面を切り替えていきます。デイリーからです。デイリーを見ていただきたいのはここですね。カーソルをと、この力点が最終地点だと思ったんですけども、ここを突き抜けたんですよね。ですんで全てのポジションをここで外しましたけど、もう一回ポジションを入れて含み益を取ってます、ね、すごい上昇格ですね。これもう陽線しか出てないと。この根っこから取ってるわけですからね、今回。で、根っこから取らなくても、まあ、最低でもこの辺からもう取れてると思うんですよ。私の相場解説見ていたら本当におめでとうございますですよ。で、昨日の夕飯から夕方から総裁選が終わったあたりからまだまだね伸びていきますんで、本当岸田フィーバー万歳です。一時期112円もマークしましたからね。4時間を見てみましょう。4時間ね、天井知らずですよ。まあこの辺でグニョグニョグニョってなったんで、もう落ちてもしょうがないかなと思ったんですけども、まあ勢いつけてさらに上昇してますね、まだまだ上がるんじゃないですか。112円台に乗って安定するんじゃないかと思っております。最後1時間見てみます。もうね、底根のダブルボトムが見えませんね。こっちの方に行っちゃいましたね。一方的な右肩上がりで、ここで押し目を作ってさらにね強烈な上昇を見せてます。まあですんで、初心者の方でも私のいつものパターン、ここを超えた時にエントリーされてると思いますから、これからまだまだね利益膨らんでいくんじゃないですか。私はまあ根っこから取りますけどね、もういい加減。はい、ということでバイでエントリーすればずっと利益ということでね、相変わらず同じことしか言いませんけども、買いで入って利益をしっかり取ってください。ロスカットクラムでずっと買いです。じゃあ今月は以上ですね。本当に9月はものすごくたくさん利益が出ました。おかげさまでありがとうございます。いや、ちょっと実力はやっぱり上がってきたなと思いましたね。この上昇トレンドを根っこから取れて、しかも追撃追撃で緩みなく倍しか行ってこなかったということですよね。じゃあ9月終わりましたけども、10月からまたね新しい展開になると思います。明日からもよろしくお願いします。いってらっしゃい。